人生運だと思ってるんで、うん、で運が来る人には必ず特徴があって、まずせっかち、みんなせっかち、やっぱそうだった、まあ、懐石料理食いって全部出せって人が多いですよ、うん、どれが先付けとか分かんないんですよ。でもう一つの共通点は悪口が言わないです、うん、でもう一個は偏見持って善悪を定めない、片っぽの話だけで決めない、もう一個の話も聞いて、うん、俺はこうだよって意見を言える人たちなんです、うん、であとは常に笑ってる人。いやでもあの運のある人っていうかせっかちだ人がやっぱ浮いてんなっていうのは分かります。せっかちじゃないですか、プロデューサーの人。私はね、あでもあそっか、仕事の時はせっかちですね、うん、普段は、まあ、こういうのは仕事なのか仕事じゃないのかちょっと分かんないんですけども、せっかちじゃないかも普段は全然。あでも女性はねゆっくりがいいですね、うん、その今男の話なんでもう女性に戻ってるじゃないですか。ブル中野さんとは言いながらさっきの写真じゃもう別人じゃないですか、うん、あんまり家でチャカ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 やられたら疲れちゃうもんね男は。え、春田食べてもこれ食べて、はい、ったーみたいな。家でもこういう感じなんですか。いやもう喋んない、まあでもこんな感じかな。いやでもこんな感じだな、同じ感じに。あやっぱそうなんだ、うん、ただ昔より沸点がこう、昔はもう5度ぐらいでバーンって切れる時もあったし、うん、今はもう100度を超えても我慢できることが多いです、うん、だんだん顔に出てくるんですよ、うん、心のあんまなくなったですね。もういいやっても言わなきゃいいよみたいな、うん、じゃあもう本当にデーブさんはこのデーブさんがあの素のデーブさんなんです。そう、変わんないです、全く変わんないです。私が一番悪んでるのはあの悪役にならなくちゃいけなくて無理やり悪いことをずっとしてたんですよ、うん、で人を近づけないように自分でこういろんな工夫をして自分じゃない自分になってブル中野だったんですね、うん、それをずっとやってきたんで仕事の時は違う自分にならなくちゃいけないとか、うん、そう絶対違うんですよ、うん、変えなくちゃいけないっていうのがあったんですね、うん、だけど今ずっと引退して時間が経って芸能の仕事とかさせてもらって今本当の自分でやった方が絶対面白いし、うん、そういうふうにしなくちゃいけない今度はそういうふうにやっていこうっていうふうに思ってんのにやっぱし違う自分を作ろうとしちゃうんですね。やっぱりその癖でブル中野時代のですね、昔の。ですよ。でも結局需要がなきゃダメだと思ってるんですよ、うんうんうん、僕自己満足の世界じゃダメで、はい、だから自然でいいけど需要がある人には需要、野球を、うん、僕とかブルーさんとかのやれる実は需要って芸能人とはまた違っちゃってて、うん、プロレス界のファンもコアだけど、うん、一般人が見る全員が見るスポーツじゃないし野球もそうじゃないですか、うん、実は世界的じゃないし、うん、でもその人たちが喜ぶためだったら俺は誹謗中傷して笑いは取らないよと、うん、会ったことで楽しかったことはある程度本音でボン言うけどみたいな。でも需要がないことやってても俺も自己満足でも嫌だなっていうのもあるから自分も考えますし、だからブルさんが演じる時も俺は絶対やっぱ見たいのはありますよね。僕らだって今の写真見たらもう一度その当時の話をしてもらえたりで、優しいブルさんってもうみんな気がついてますよ。そんなの僕だってブルさんには優しいイメージしかないですもん。本当ですか。そのブルさんの普段のブルさんも見れるし、これが YouTube のいいところなんです。じゃあ今日私は演じますみたいな。フェードアウトして元木さん。ブレーみたいな。さあ、菓子時でスイカは割るでしょうかみたいな。バーンみたいな。例えばそういうのもできるのは、うん、プロさんもぴったりだと思うんですけどね、スポーツ選手に YouTube って。やりたいですね。うん、で、プロレスファンがあって、今、プロ中野がいるわけじゃないですか。うん、僕も野球界があってデーブ・オーコムがいるから、うん、その人たちをメインに考えて、はい、その人たちといい仲間ができて、うん、大人になって友達でできづらいですよね。そうですね、なかなかいなくないですか、はい、それが大人になった友達なんですよ。ああすごい、それが、うん、あそっか、めちゃくちゃいい感じ。うん、でそれが増えてって大体うちなんか今お客さんの半数以上 YouTube 見た人か Twitter の仲間す、あと常連、すごい、これは楽しいんですよ。またで YouTube 見ましたっていう最初の頃 YouTube 始めた時なんか、うんね、もう1000人2000人の時なんか玄関先で僕は飲んでるんですよ、うん、こんばんは、あいらっしゃいませ YouTube 入ってますデーブさん見てます、どうぞどうぞ、はい皆さん拍手みたいな。でこんばんは、あいらっしゃいませ YouTube 登録してくれてますね、僕もチャンネル、いや、すいません、戻って戻って一回戻って登録してからね、登録してからすごい、やりたい放題それでこうみんなどこまた友達になって楽しいですよ、寂しくないの。うん、でもなんかお客さんとかもこの仲間に入りたいっていうのが分かります。で今は心配事はそのうちらの仲間ツイッターのとかでうちも店も来てる仲間が2人がんなっちゃう、うん、疑いがあるっていうのがいて、うん、本気で俺もなんか胃が痛くなっちゃってる、うん、大丈夫かなってそいつらには強く言うんですよね、最悪のこと考えとけとか、うん、ステージ4って言われたらそれを受け入れる気持ちがあったらなんかステージ1だったら楽だし良性だったらもっと楽なんじゃないのって言ってるけど、うん、俺のが
胃が痛くなってるんですよ。心配してる。そう、そういう仲間ができるのがこのツイッターと YouTube だから、うん、ツイッターなんか2日くらい寝ないと心配で連絡来てますからね、なんかありましたかいやバタバタしちゃって、俺絶対返したいから返せる時間がない日は入れないんですよ。え、返してるんですか、ね、全員に返すから、全員に。すごい。来て返信にも返していくから。え、でも何百とか来るじゃないですか。いやいや、大体多くて、ね、100ぐらいですよ。そのいいねは、あの1000件とか言っても、はい、大体コメントなんてこっちのやつが100ぐらいはとか全然普通に返す。楽しいんですよ。それを時間に費やすんですね。そう、だからそれが本気で返したいから、時間がない時はやらないし、うん、携帯持って寝てることねえじゃないですか。あ、返してなかった、こんばんはって言ってるの朝になっちゃったおはようございますだよって返すねが、お疲れ様にしようみたいな、うん、すごい。我々のチームができてて、はい、共に前へっていう、うん、中には子分になったやつもいて、兄貴って呼べみたいな、うんうん、そういう仲間が、みんな呼びたいですよね。あ、それをだからみんなでブルさんもやってもらえば見たいですよ。みんな仲間になりたいですよその往年の同世代にもね、うん、我々ができるの。実際僕は最後に僕の講釈を垂れさせてもらうと、うん、野球もプロレスも実は世の中に全く必要ないんですよ、うん、生きていく上では、うん、米屋さん酒屋さんとか、うん、絶対必要じゃないですか、うん、で我々必要ないもので生かしてもらったってことは、人より絶対努力して、人よりその努力を皆さんにこうどうしてやったとか情報を発信しなきゃいけないと思うんですよ、うん、だから僕は皆さんとこう仲間になった時には年上と年下もはっきりしたくて、ツイッターで入れるやつ珍しくて、うん、先輩かどうか皆さん返してくださいって返しづらいじゃないですか、うん、あったんですよ、先輩後輩だと思ってバンバン入れてたら全然どうも上だった人と か、うん、かそこも仲間でこうしたいと か、うん、か必要のないもので生かされた分は先輩にも僕らこう思ってました、で後輩にはこうやって俺生きてきたよ、お前もこうやってやってみたらって、一つやって一回やってみりゃいいじゃんみたいなのはやるのは我々の責務だと思います。だって赤のために頑張ってってね、ありがたいですもんね、うん、幸運に乗ってくれてるわけだから、ね、っていうのは自分は思ってるんで、古、うん、さんにはもうぜひ今が自分を作んなきゃいけないとか、もう当たり前ですよ、作るのだって俺たち作ってんじゃないですか、パジャマとか T シャツ短パンで着たいんだから、本当はパンツでたまたま撮影するから、これもう超一流のブランドです。あ、そうなんですか。イオンス老若男女もう誰もが知ってるんですよ。でもまあそれでもこうみんなにね、うん、なんか着なきゃいけないっての聞かざるをって自分を飾るわけだから、うん、それ気にせずにやってくださいよ、うん、でも家とかでやってるって古さんの作るプロレス飯なんか絶対見ますから。そうですかね、はあ、体を大きくしたい子がいっぱいいんですから。なんかずっと外食だったんまあ外食もいいんじゃないですか、外食も許可取って取らせてもらって。今はすごい作ってますけど、自炊してますけど、うん、いやでもこんなに話せない番組とは思わなかったです。そうですよ大体俺が喋ってますから、デーブさんがずっといやでも全部が全部勉強になるんで、ほとんど俺の喋ってるのあいつカットしますからだって私ほとんど話してない大丈夫かな、使えるとかあるのかな。全部使えますよね、だってブルさんと話してない言い残したことありますか。もう締めに入りますから。えでもだいぶ話しましたよね、はい、97分喋ってますから。嘘時間40分ですよ。全部聞いてたいやそうですよね、聞きたいこともいっぱいあったし、何か言いたいことありますか。それをまた YouTube でやる、うん、あるんだけど話してる途中にデイブさんが話してきちゃうから。あ、なるほど。もう全然話してない、まあ、そういうこと苦情は多いですよそういう苦情はもう非常に多いですそれでこうさらっと流されちゃうっていうもう上当たりです。何かありますか。現役の時にごめんなさい、結婚されたんですか、さっきの話。20歳ですよ。あ、早い、はい、あ、そうか、恋愛禁止じゃないんだ。禁止ではないですよね、門限があるだけで。結婚してるよう出たら門限ないですから。新人の時でも結婚はしてない。もちろんしていいです。もう法的に18歳なら18歳も結婚して、それは球団も止めないですね。帰って喜ぶんです、球団は。落ち着くって、遊ばねって、女いかねえし、ファンの子とできちゃうとかっていうのはあるんですか。あ、多いですよね、なかなか多いです。ああります。僕はファン、向こうはファンでも何でもないんですけど、たまたま遠征先で知り合って、その結婚する前っていうのはファンの方と付き合ったりとか、まあ、僕らの場合はファンの方よりも所沢のスナック関係が多かったですかね。ボスです関係銀座とか行けないんで、二軍なんで、うん、ホステス系な人たち、うん、また優しかったんですよ、うん、可愛がってもらえた、可愛がってもらいました。大ちゃんこれ食べなみたいな、いただきますみたいな感じでしたよ。そっか、じゃあ恋愛してよかったんです、ね、あ、全然してです、うん、根本さんっていう我々の親みたいな人は、うん、その素人に手を出すなっていうことは言われました。わかりますか。いやでも野球選手もいっぱいチームで移動っていうかしてるんで、はい、例えば自分たちだと
仮想の恋愛をしてるんですね。でバスで移動するんですけども、行った時に、着いた時に、改札した時に上からこう見てて、あの男の人かっこいい、ファンの子かっこいいって言って被っちゃう時あるんですよ、はい、タイプが、はい、そうすると仲悪いんですね。そういうのってあります？まあ後輩が引きますね。あ、先輩どうぞみたいな、はい、先輩どうぞ、どうぞどうぞどうぞ、言ってください、先に行って、先輩が振られるかもわかんないんで、うんうんうん、じゃあデイブさんのファンだったのよってなれば、うん、ゲッツみたいな、まず先輩に譲ります。だからそこで先輩と喧嘩になることは僕の人生とか僕らの周りには一回も見たことないです、うん、じゃあその女の女性トラブルっていうのはないないですね。女性を取り合って喧嘩になったとかはもう全くないです、うん、まあ、モテますよみんな。そうですよね、野球の選手もみんなモテますもんね。なんか女子レスラーっていうのはあましもうモテないんで、もしもその恋愛したらもう命がけなんですよ。それが被っちゃったりなんかしたらもうリングで命がけですよ本当に。男の取り上げリングで来られると何回かありましたね。はぁ、どっちかが引くまで引かない、ね、もう男を取り合っちゃって、うん、その男も二股かけたわけじゃなくてですか、この男二股かけたんですよ。かけたっていうかこう乗り換えた人がいて、大変でしたねそれはね。まあでもその名義変更良くないですもんね、うん、正解。なんかその戦いも自分たちは分かってるじゃないですか。あの二人当たっちゃう今日みたいな、うん、ちょっとドキドキですよね。見に行っちゃってました。あの知ってんですもん。どうやって戦うの。お客さん知らないですけどね。なんでこんな燃えてんだろうみたいな。いつもと違うじゃねえかみたいな。最高ですね。本当にやっぱり俺らの想像してることがあるんですね。そんなこともあるんだろうなと思ってますよね、うん、女子は。でやっぱもう本当にウブな時から入ってるんで、はい、私なんかも勘違いしてファンの人が好きですとかってファンレターで本当に好きかと思っちゃってあのお付き合いしたりとかでそれでなんか私が逆になって、まあ、自然消滅した後に違うなんかベビーフェイスの人気のある方と付き合ったりとか、うん、はぁみたいな。プロレスオタクの男もいるんですね。プロレスの子が好きっていう、プロレスがかりみたいな、うん、プロレスがかりでもそれで私はなんか、あ、そっか、やっぱし可愛くて人気ある方がいいよなって思って諦めて、うん、その時になんかもう私の人生もう男いらないなと思って、うん、もうリングの中でブラガンとして生きていこうと思って、うん、覚えたんですよね。まあ、それも良かったんですか、ね、うん、良かったです本当に。プロとしては そっちはそっちで付き合って、付き合った女子レスラーはそんなに上まで行かなかったんですよ。やっぱりすごいモテる子だったんで、うん、男に行っちゃうわけですね気持ちも、うん、男の方がまあ来るんで、ね、旦那さんとはどうやって知り合ったんですか。旦那とは引退した後に私がダイエットでムエタイのジムに通って、はい、その時にいたそこ あのプロだったんです。あの道場のプロのムエタイの選手で、でその選手の祝勝会があったんで彼が優勝して、うん、で優勝、あの祝勝会がやってる時にみんなでお酒飲んで、うん、で私もう元気というか強かったんで、うん、で最後まであの一緒に飲めた人がみんなもうだんだん寝ちゃったりとかしたんですけど、うん、最後まで飲んだのがその彼で、うん、それでそこから付き合うように、はあ、またぜひあの出てください。 ありがとうございます、はい、今度あの全面喋っていただいて、ね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。